俺が男をあげて戻ってくるのをここで待ってくれ。わかったわ。ポコピーのこと待ってる。一体私は何を見させられているんだ。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで私は一体何をしていたのだっけ。何をしていたのだっけ。あれか、前回移したのか10日ぐらい前か、覚えてねえな。よ、大統領、なんか探し物でやんすか。ユーリーは土しか持ってないでやんすよ。土、この子ってあれじゃなかった。嘘しか言わん子じゃなかったっけ。あれ違ったかな。綺麗なものなんか全然持ってないでやんすよ。ふくく、おっと、これ以上はいくら聞かれても教えられねえな。今の言い方としては、土しか持ってない、綺麗なものなんて持ってない。え、私はその綺麗なものとやらを探しよったんやっけ。ユーリーって誰だ。ユリの花ってことか。誰だ、どこだ。門を通ってもいい、ありがとう。ひぃー。待って待って待って。速攻で。そっか、ダッシュはないんよね。キャー、助けて。で、ユーリーっていうのはどこだ。ねえねえ。ああ、腹減ったよ。門番の仕事なんてやってられないよ。オイラ腹ペコなのに。あんた何か美味しいものを持ってたらオイラに食べさせてくれない？気に入るものを食べさせてくれたら、オイラあんたを内緒で通してやってもいいよ。待って、この青い子は元から、え、待って待って、わからない。一旦ロードしよう。開いてんな。全然二重にシェイプしてなかったわ。ふんふん、来ないでください。あれ乗ったらどこに行くんやっけ。こっちは、あー、なるほどね、これか。え、これの先になんかおったっけ、花。これなんか前回しばらくうろついた気がするな。ユーリー、ユーリー、ユーリーとやらが何か綺麗なものを持っているらしい。あれ、これ同じとこに出るような気がする。ですよね。ですよね。うん、同じとこに出るような気がしたよ、今。待って待って。ってことは、こっち。え、でも多分、そのユーリーってこう、話したよね。何も持ってなかったことない？なんか持っとったっけ？あれ？くっ、同じところに出てくる。ユーリーね。この先、何もなかったかもしれない。いや、でも何かあったかもしれない。戻ってしまうじゃないか。出たー。なんか持ってるな、これ。綺麗なもの、君？ユーリーって全然なんかユリじゃなくない？君、バラじゃないの？この石に変わる綺麗なものを早く持ってきてくれないと気が変わっちゃうかもね。あ、綺麗なものを持ってきてこの子に渡すのか。私の美しさは変わらなくても私の気は変わりやすいの。なるほど、そういうことか。で、その綺麗なものをユーリーが持っとるってことね。どこだ、ユーリー、どこだよ。この上は何だ？何もなかった。何もなかった。こっちかな？ここ蜂飛んでくるけん嫌なんよね。上から行けたりしない？あの、ハートはないの、ハートは。お、なんじゃの？わしに何か用かの？あ、いや、大丈夫です。あ、ごめんなさい。あ、でも、ここから一瞬で戻れるっけ、キノコタウン。じゃあ一回キノコタウン戻って、そっか、あの、
花壇のところに戻るんや。ね、ここやんね。なるほどなるほど。そっか、秒でここに戻ってくれるんならいいな。何やってんだ。そういえばなんかやりよったっけ。さーて休もう。生きたんで、ユーリーだよユーリー。どこを通ってですよね。イエーイコイン。もう一匹ぐらいおりそうな気がする。ユーリーユーリー。なんかまだ君かなユーリーって。え、バーバラに綺麗なものを持ってこいって言われてる。まったくバーバラは綺麗なものには目がなくて、目がなくて、しかも言い出したら聞かないのよね。あなたとっても困ってるわけですね。そういうことなら力になりましょう。おお。私とこの木は根っこが絡み合ってますから、私が根っこを震わせれば一つぐらいクリスタルの実が落ちてくるでしょう。あ、なるほど。え、根っこつながっとん。ぐぬぬぬ、どりゃー。ふう。あら、私としたことがはしたない。おほほ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 。バーバラにその実を持っていけばきっと満足するはずですわ。ほう。てっきりこういうのが落ちてくるんかと思ったんやけど、なんか全然違う形のものが落ちてきたな。クリスタルの実をゲット。キラキラ光るクリスタルの木の実。ありがとね、ユーリー。バーバラはクリスタルの実を欲しがっていたのでしょ？いや、綺麗なものとしか言われてないけんよくわからんけど。早く持っていってはいかがです？あの花はわがままだけど、綺麗なものには目がないの。フラワーランドが大変なのに、バーバラが考えてることは自分が綺麗になることばっかり。全く呆れてしまいますわ。なるほど。まあまあまあ。これってあそこには行けないの？まあ行けたところでか。別に何もないかな。はい、持ってきたよ。ね、持ってきたってば。何か見つけてきてくれた？クリスタルの実、どうぞ。あら素敵。気に入ったわ。そっちの方がこんな石ころよりずっといいわ。これは何に使うんやろう。これもだいぶ綺麗そうやけどな。じゃ、急いでこの石、水霊に返してあげて。あ、あれか。なんか、水が乾ききって、もうちょっとでお亡くなりになりそうな、花が。私のおかげで助かったんだって、あの子によく教えてあげてね。恩着せがましい。水の石をもらった。水が湧き出る魔法の石、枯れた泉を蘇らせる。ふんふんふん。はぁ、うっとり。どん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 綺麗になっていく私が怖いわ。綺麗なものを持っただけで自分も綺麗になれるっていう理屈がよくわからんけど。このフラワーランドで一番綺麗なのは私よ。そうなんだろうか。よくわからんな。右側か？多分こっちの方やったような気がするんよね。あ、そっか。あんなんおったね。誰やったっけ？名前忘れたけど。あの、可愛い子たち。この先？かな？あ、そういえばこんなのあったね。なんか、井戸の中から聞こえるやつやろ？おろろーん、おろろーん。これは一体どうするんやろうね。え、なにこれ？なんか入れれるっぽい。え、どれでもいいんかな？わからん。青い実、どうぞ。おろろろーん、誰だ、ここに物を捨てるのは。ん？これは美味しい、青い実。お礼だ、お前にはこれをあげよう。なんかもらった、なに？ありがとう。なんかわからんけど。フラワー節約のバッチ。攻撃の時使うフラワーポイントを1減らせる。え、めっちゃいいやん。え、ありがとう。多分もうこれ以上はないと思う。やめとこう。ミっていつでもゲットできるんやっけ。とりあえず一回さ、あ、赤い実が2つゲットできたけん、ちょっと赤い実も入れてみようか。入れてみるだけ入れてみよう。もしかしたら何かこの先無限にもらえる何かがあるかもしれん。
赤い実どうぞ。どう？敵。あと1回戦ったらいけそうな感じやね。結局中が誰なのかっていうのはちょっとよくわからんかったけど、私何しに、あ、そっか、セイレーンか。ってことはここは違ったわけか。どこやろう。上の方かな。どこ上、こっちか。あ、ここや、ここ。いたいた。あ、水の石だわ。お願い、そこのくぼみにはめてください。これね、水の石。無事だったかい。さあこれで、おー、あ、虹がかかった。すごい、なんか素なんやけど顔が。めっちゃ上の方まで行った。さあこれで生き返った。おー、水がいっぱい。大丈夫、打ち上げられてるけど。あー、水だわ、水。泉はチャプチャプ、私はプカプカ、幸せ。お礼にこの泉の美味しい水を差し上げます。はい、どうぞ。ありがとう。キーンと冷えた水、太陽にかざすとキラキラ光る。ふんふん。栄養満点、水蓮のエッセンスが入った美味しい水よ。その美味しい水をかければどんな植物でも足しどころに飲みまくるわ。あ、これで育つってことのはずなんだけど、でも今はダメね、太陽さんが出ていませんもの。ねえ、そうだ、あなた太陽さんに会いに行ってくださらない？太陽さんが空に登れるようになんとかできないかしら。え、きっとできるわ、だって水蓮を助けてくれたあなたなんだもの。ほう、太陽さんとは一体。太陽さんどこですか？太陽の塔へ行って太陽さんを励ますことができたら。きっと今一番辛いのは太陽さんじゃないかと思いますの。あー、なんて優しいの、水蓮。涙が出そうだわ。太陽の塔ってどこだ？あ、ここも水でいっぱいになっている。君またヒントくれたりする？よし、社長。いい日よりやんすね。こんな日には園芸でやんすよ。今の季節、植えるならやっぱり大きな豆の木でやんすね。これならとっても簡単。種と土と水さえあれば、OK でやんすからね。で、あとは何にもいらないでやんす。いらないでやんすよ。ひひひ。おっと、これ以上はいくら聞かれても教えられねえな。何もいらない。それが嘘ってことよね。それは分かってんだよ。太陽さんだよ、太陽さん。ね、その太陽さんのとこには、あ、こっちかな。何？あ、なんかシャボン玉吐く。シャボンの実なんか関係あるかな？おっす、オラシャボン草。なんでオラの名前がシャボン草っていうかって？シャボンの実をくれたら教えてあげるんだけど、あ、ここで必要としてたんか。え、全然覚えてなかったわ。どうぞ。お、あんた話がわかるね。よっしゃ、それじゃあやるぞ。何を何を？うぐ、うぐぐぐぐ。もしかしてこれでぷかぷか浮いていけるとか、シャボン玉の中に入って。どうだ、見事だろ。で、詳細を教えてくれ。え、何も。入れるのか。入れた。すげえ、ありがとう。イエーイ。え、これはこの後も使えないのか。イエーイ。え、何？そういう仕組み？上に乗るんかと思ったら丸太開いたんですけど。なさすぎる。ちょっと待って、新しいところに来たけんセーブしとくか。怖いよね。よし、進もう。これ上なんかある？あ、なんか、来ないで。何？キラキラ落とし、流れ星を敵全体に。ああ、なるほどね。来ないでって。これなんか、ん？そこになんかあるな。これバッチじゃね？え、どこから行くんやろ？上からか？
あ、この岩がなんか怪しい気が。え？え、なんなの？え、わからん。全然壊れねえ。なんだよ、壊れろよ。絶対あそこさ、あの岩壊したら穴が開いとって、そこに入ってバッチゲットってなると思うんやけど。どういうことなんだ。あ、これ太陽の塔。ぽいね、ぽいね。あれ？あれやね、セーブ、あ、なんかここにあるぞ。ここにも岩があったけど、何もできんな。え、またなんか、あれ？あの、ハンマー。あれ？ピンキーか？もしかして。ちょっと待って、一旦行かせてね。ちょいと待ってね、ピンキーで。こういうことかな。ダーン。おー、来た来た。やったね。土管殴りのバッジをゲット。すごく大きな攻撃力で敵を殴る。おー、いいんじゃない？いいんじゃない？いいよ。んで、あそこも破壊できると。なんか結構渋い音楽流れるよね。よし、ここで。ドーン。え、大丈夫？塔崩れない？あ、階段出てきた。あの岩で支えとったってことね。来た来たー。あ、え、太陽さん？おー。よう、こんにちは。まさかこんなところまで登ってくるやつがいるとはな。俺は太陽だよ。いや、太陽だったと言うべきか。オズモンが作ったクモクモマシンが吐き出す雲が俺の邪魔をするせいで、空へ登っていけないんだ。フラワーランドの花や草たちを照らしてやれない俺なんて、太陽失格だ。クモクモマシンがある場所か？多分ここから東の方じゃないかな。向こうから雲が出てるようなんだ。場所なんか聞いてどうするんだい？まさかクモクモマシンを壊してくれるのか？あのシャボン玉をさ、あの場所だけじゃなくて、もっと違う場所で使えるならさ、あの右側の道とか行って、ね、使いたいんですけど。いや、冗談だよ。あんたも無理せずに早くお帰り。東の方。東の方やけん、多分あの茨の先なんじゃないかな。あの、多分今唯一まだ行けてない場所？だってあそこ行けんよね、普通に。きっとあのシャボン玉が必要やと思うんやけど。おお、何？おおおお、待ちな、そこの兄さん。誰でしょう？誰だよ。よう、兄さん。お初にお目にかかるぜ。あんたマリオってんだな。俺のはポコピー。じゃなかった。マイケルじゃなくて、ポコピーなんてこう今までにおったっけ？そう、ジョナサンだ。そうそう、ジョナサン、ジョナサン。そいつはどうでもいいや。どういうこと？あんたに恨みはねえが、大相撲のやつから命令されてるんだな。このジョナサン様があんたをやっつけるのさ。まあ、かっこすることだな。どうだ、決まったか？うん、決まったな。よーし、やるぜ。何を言ってんだかよくわからねえぞ。こっちは体力が10しかないんだけど。とりあえず、一旦回復しとくか。なんかいいね。眉毛の感じが好きよ。はい、回復。あー、空におるけんできんのか。ってことは仲間チェンジするしかないよね。どうする？パレッタで行く？同じ空同士。ジャンプ。待って、さっきのキラキラ落としでもいいんやけど、相手の体力どれぐらいあるんやろうな。ちょっとその辺がよくわからないので、とりあえずジャンプしますか。その雲から落とすことはできないのか？パレッタキック。あ、ダメやった。ナイスにならんかった。
20ぐらいあったりするんかな、体力。そっか、パレットキックは成功したけんって2回とかにはならんのやんね。うん、ちょ待って、星のせいで星の降る夜行きますか。いけーい。パレッタシュート、あー当たらなかった。今の当たったと思った。ダメなのね。なるほど、体力が結構危うくなってきたな。なんか相手ちょっと体力多そうな感じするよね。よしよしよし、ひー、でもこれでパレッタシュートとマリオの踏みつけナイスでやっていったら1ターンにつき10ずつはダメージを与えれるわけよ。結構与えれとるけどな。でも全然ピンピンしとるし、まだまだなんだろうか。まあ、まだ、頑張れ頑張れ、よしよし、あと1回分は大丈夫だけど、どうだろうか。おお、やっつけた。あ、レベルもアップやね、これで。ってことは体力全回復か、イエーイ。レベルアップ。さあどうする、HP 増やすか。グフ、やるなマリオ、俺の負けだ。へっ、覚悟はできてるぜ。今さら逃げも隠れもしね。煮るなり焼くなり好きに。待って、何、何、女の子来た。誰、ゲポコナ。ってことはやっぱり元々の名前はポコピーであっとるってことね。お願い、私の大事なポコピーにひどいことしないで。なんだよ君ら。え、かわいい。雲もなんかピンクなんや。こっちなんか薄い青よね。お、俺のことポコピーって呼ぶな。俺はジョナサンだ。先月からそう名乗るって言っただろ。先月からまだ日が浅いね。まったくもうお前ってやつはいつもそうやって俺に恥をかかせる。まあ俺はお前にそういうとこも好きなんだけど。でへへ。なんだよバカップルかよ。はあ、いかん。ちょっと待った。今のは聞かなかったことにしろい。とにかくだ。俺は男と男の勝負に負けたんだ。今さらお前がしゃしゃり出るんじゃない。マリオお願い、ポコピーを許してあげて。なんかすごい間抜けな名前だな。お相撲の命令に従っただけなの。許してあげようよ、なんか可愛いし。本当？ポコピーを許してくれるのね、ありがとう。ポコピーなんてふぬけた名前で呼ぶな。ジョナサンだって言ってんだろ、少しは俺の話聞けよ。はあ、なんかバカバカしくなってきたぜ。仲間になったりとかやるパターンない？なんかでかいことをしたくて、お相撲の下で働いてきたけどよ。あ、ほら、この雲に乗せてくれるとかないんかな。わけもわかんねえ戦いばっかに明け暮れてよ。なんかこう、違うんだよな、俺が求めてたのは。なあ、兄さん。あんた一体何のために頑張ってるんだ？何のため？自分自身、世界平和、なんとなく。なんでジョナサンなの？全然関係ねえ。そこ掘り下げないであげて。え、これさ、選択肢にないけど、ピーチ姫のためじゃないの、違うの。世界平和？ピーチ姫のためって思ったら自分自身のためになるんかな。世界平和なんてでかいことじゃない気がするけど。いやでもちょっといいこと言っとこう。世界平和のためとは答えそうだね。でも男なるもの、そんくらいビッグな目的を持ちたいもんだ。よし、俺は決めたぜ兄さん。あんたについていって、俺もビッグになってやるぜ。お、仲間になるんやない。いやいや、ポコピー。私おいで行かないで。行くなら私も連れて行って。お、セット？分かってくれよ、ポコナ。
俺は可愛いお前のために立派な男になりてんだ。俺は行くぜ。俺が男をあげて戻ってくるのをここで待ってくれ。分かったわ。ポコピーのこと待ってる。一体私は何を見させられているんだ。無事に帰ってこられて承知しないんだから。私を心配させたらお仕置きでギッタンギッタンにしちゃうからね。ふっ、分かったよ。お前に負けないぐらい強くなってからじゃないと俺は帰ってこられそうもない。笑顔で送り出してくれ。お前は笑ってる方がずっと可愛いぜ。アバよ。なんか知らんが仲間になった。ポコピーが仲間になった。で、下を押すとポコピーに乗ってトゲや溶岩の、おー、これでやね。オッケーオッケー。移動できるようになる。バトルでは敵をパイプで攻撃する。パイプを投げ、パイプ？パイプって何？パイプ？何パイプって。2回言ったけど。何パイプって。敵全体をたくさんのパイプ、何パイプって攻撃する乱れ投げっていう技を使えるぞ。え、あれか、なんかこの次元がいっぱいなんかポイポイ落としてきよるトゲトゲのやつのこと。え、わからんわからん。何パイポって。え、何